本でワンちゃんとつながっているので、安全、ワンちゃんの安全を守るためにもこのリードの持ち方一本でつながっています。じゃあどういう持ち方をするかと言いますと、まずしっかり、右手か左手かどっちかね、決めて持ちます。で、一般的には左手で持ちます。で、どうやって持つかというと、輪っかありますね、輪っか、リードの輪っかありますけど、輪っかに親指を通してギュッと握るんですけれども、リードの長さが長すぎるとワンちゃんが右に行ったり左に行ったり、また後ろに行っちゃったり、いろんな方向に行きやすいので、そうするとあちこち飼い主さんが後からついていっちゃうような、そうするとワンちゃんが自分であちこち行っちゃうので、いざっていう時にワンちゃんの安全を守れないし、ワンちゃんが好き勝手に行くんです。なのでまずリードの持つ長さが大切です。輪っかに入れた後ぐるぐるぐるっと巻いていって、自分の横にワンちゃんをつけた時にリードが少し軽むぐらい、あんまり長いとまたあちこち行っちゃうので、少し軽むぐらいですね。これぐらい、思ったよりちょっとカチカチ難しいよね。あちこち行くよね。足気をつけてね。でもコール引っ張る？犬のお散歩の練習をしています。初めて犬に触る子どももいるようです。これで教えます。もう一回やります。匂いを嗅がせ、匂いを嗅がせ、その手を上にスーッと上げます。そうすると座ってくれるので、そしたら上げます。ちょっと優しいね。座ってくれたら、少々やってみる。はい、じゃあやってみましょう。あ、やってみる。じゃあ先に孝太郎くんから。はい、じゃあチーズをまず握って、待って待って待って、今度は上げて、今度手をこうやって、足にか、じゃあ右手を出したんですね。右手でタッチ、ガーガーガー、こうやって、そう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 、今度さ、ね、じゃあタッチしてごらん。タッチってごらん。タッチができるんだ。立ってごらん。立って立って。タッチタッチってごらん。餌を見せて。餌どこにあるの？これ？あ、じゃあこれちょっと見せない。ほら、じゃあタッチタッチタッチ。頑張って頑張れ頑張れ頑張れ。ほら、いい子だねってあげて。いい子だね。やりたい。次はね、大きくなりたい。みんなにおやつをあげるのは、分からせない。ご褒美としてあげるからね。じゃあ、かのちゃん、はい。あのちゃん、しゃがんで。で、ここに座り。座り。で、今度はこれを。